時間ぐらい寝てるの。分からない、ずっとパミ書いてた。昨日も意識が失うまでに最後にパミポンってやってた。なんかね、休めば、休んでるけど、なんかね、今自分の課題がめちゃめちゃ寝落ち、あ、でも寝落ちまでもう、あ、無理だって思って、あ、意識飛ぶなって思ったらやめた。だから本当に完全に書きながらパってなってないけど、人生ガチの寝落ち、ガチで、あ、電気まで消してないなと思ったのは本当に人生今まで指で数えられるくらい少ない。あ、無理だって思ったら電気消す。最近いろんな課題が出てきました、自分の中で。新しいチャンスたくさんいただいたのと、自分もこれ頑張りたい、あれ頑張りたいっていうものが結構出てきて、方法分からなくて、で周りに相談したら結構いろんな現実知って、あー自分全然ダメだってなって、本当に最近この数週間の話よ。でも課題が出てきて、頑張るしかないって改めて感じて、AKB の中では通じることがこれから通じなくなるけど、努力したらチャンスはいくらでもあるって考えたらさ、楽しみで仕方ないいろんな意味で、卒業後の自分楽しみで仕方ない。全部は自分の努力次第ですけど、ということを毎日考えてるけど、なんか毎日すっごい寝てるめっちゃ寝てる、もうクマがなくなったくらい寝てる本当に今楽しみの方が大きいね。もうなんか楽しみ、すごくこれから自分にできることとか、不安よりも、不安より早くゆずり派のマチャリンの活動始めたいかも。新しいマチャリンの活動を早く始めたいかも。寝てるんかーい。まあね、な、うん、あ、ね。寝て
でも寝てる、みかん今日3つ食べました。一気に3つ食べて、怖いね、こんなにみかん食べて。昨日2つ食べました。1ヶ月くらいすぐ経つよ。そうだね、1日最高何時間寝たことある？最高でもなんだっけ、コンサートかなんかの翌日一回やばかったのがあった。全然半分、一日の半分は寝た。12時間くらい。コンサートかロケかなんかのすっごい大変なお仕事の翌日一回自分をびっくりした。自分も新しい環境で輝くマチャリンを見たいんです。ありがとうございます、頑張るね。でもね、しばらくなんだろう、自分の時間がを大切にしたい。どうだろう、ちょっと自分もスケジュール読めないけど、読めなくて本当にスケジュール今のところスケジュール見て埋まってるわけじゃないよ、全然埋まってないし、もうスカ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 だけど、何かしらね、これから始まりそうで、具体的にまだそんなにだけど、前も言ったけど、その休みの日でもいろんなこと考えたり、パンミを書いたり、一つ今すごい頑張りたいけど、めっちゃ時間とかかっちゃうものがあるのね、パミの。それに向けて今まだ準備中、準備段階だけど、全然これから頑張れると思うし、自分やりたいし、って感じかな。だから毎日、これからのこと考えたり、準備したりして1ヶ月半か、あと1ヶ月半、楽しみで仕方ない楽しみで仕方ないな。もしいろいろ実現できたらって、そうだね、明日公演だよね。できるかな。できるかな。6と11日。明日2回公演。ふわー、2回公演が。体力的に大丈夫かな、私ちょっと怖いな。ミラーボールありがとうございます、嬉しいでます。体力的に大丈夫かな。今ね、なんかね、なんだろう、配信2日間休んだのもそうだし、なんだろう、今ねちょっと悲しいニュースが結構あるじゃない、
なんか SNS には特に触れてなかったけど、なんか触れるのもなんだろう、投稿したことでなんか誰かの力になれるとかそういうのあまりできないから、投稿するのはちょっとすごい迷ってて投稿してなかったけど、あの今 AKB 劇場に募金箱が置かれてて、で私明日公演出るのでちょっとそれをもっとたくさんの方に今募金箱あるのを知っていただきたいなって。でもね、その書き方が難しいね。なんか今下書き書いたのは、明日の公演微力ですが自分も少し力になれたらと思いますって書いたけど、いや、なんか自分微力とか微力までもないけど、こんな投稿してもいいのかなって迷ってて、燃えるゴミゴミな人めっちゃ可愛い、ありがとうございます、いつもありがとうございます。今日も公園行ったけど募金したよ、ありがとうございます。今日からだよね、募金箱は。明日行ったら募金箱を探してみます、ありがとうございます。多分ロビーに置いてると思いますが、ちょっと私もそのね、明日今年初めて劇場に行くのでちょっと自分もわからないんですけど、もし明日今日以降か、公園見に行く方よかったら、だからその迷ってて、明日の公演微力ですが自分も少し力になれたらと思いますという言い方大丈夫かなってすごい迷ってて、まだ送信してない。チケット販売のところに置いてあったよ。おお、ほうほうほう、見かけた方ぜひ。優しいコメントをいただきました。いやー問題ない、本当なんかいいそんな書き方、言い方文章、それが難しくて、そういうなんだろう、ちょっとね、暗い寂しいニュースの投稿は、大丈夫なら送信します。送信しました、よかったら明日ぜひ
明日2回公演で、本当に久しぶりすぎて1ヶ月くらいぶり、卒業発表して以来。劇場は2回行った、周年公演と大晦日公演けど、通常公演は1ヶ月ぶり。明日も行くので募金します。ありがとうございます。明日お待ちしてます。ちょっと練習もするので、今日はちょい短めの配信しますね。パミペンライト持っていくね。ありがとうございます。ぜひぜひ。今年の初仕事、そうです、今年初めてのお仕事、お仕事を始めっていうんですか、明日でございます。気持ち伝わってるよ。そうだね、明日お仕事始めで、ちょっと待ってね、一瞬。優しい。優しい。めっちゃありがたい。めちゃめちゃありがたい連絡が来ました。本当に感謝しかない。なんだろう。本当に感謝しかない。ご連絡いただきました。ほうほう、うん、そうだね。卒業を決めて最初不安な気持ちもあったけど、なんだろう、なんか最近すごい感じたのは、自分一人じゃないなっていう、なんかそれもちろんあずきが応援してくださってるのは、なんだろう、ちょっと私寝すぎちゃって脳回ってないかもしれないけど、なんだろうな、あずきも楽しみね、あずき、私がありがたい話って言ったら、あずきが楽しみじゃないやつの可能性ある、うん、ごめんね、ちょっと寝すぎちゃって、うん、もうちょっと回ってないけど、ただ最近感じたのは、今まで自分の世界は AKB しかなかったけど、もう卒業決めてから、なんだろう、決めてだけど、この業界でもっともっと頑張りたい、今よりも頑張りたいって周りの方々に伝えたら、いろんなチャンスだったり、いろんなお話だったり、いろんな
方々が何だろう、なんでそんなに私のことを応援してくれるのとか、なんでそこまで考えてくださってるのと思うくらい、もう感謝してもしきれないくらい、いろいろ考えてくださったり動いてくださったりのが最近すごい実感して、自分本当に一番いいタイミングで卒業発表したなっていう、もうちょっと早かったら、もう数ヶ月早かったらそれも違うし、もうちょっと遅かったらそれも違うなっていう、絶妙な、本当に一番これ以上いいタイミングがないくらいいいタイミング卒業決めたのをすっごい感じて実感して、のと今まで周りの人を大切にしててよかったって、別にお仕事くれるから仲良くしようって思ったことなかったけど、今自分グループからを離れますが新しい名前つけてもう一度この業界で頑張りますがって伝えたら、本当にありがたいお話、まだそんななんかちゃんと決まったものそこまであるわけじゃないけど、なんだろう、あと1ヶ月半、全然なんだろう、楽しみで仕方ない、これからのことって言ったら AKB のファンの方は寂しいって言ったら寂しい、ごめんね、スピンメガネなのにこんな話をしてて、待って、今年はスピンメガネしか配信してないじゃない今年はスピンメガネ配信しかしてないや。ああ、まだマチェリの卒業する実感湧いてない？寂しいよ。そんなに寂しく思わなくていいよ。本当に。あのね、思った。握手会が好きな方。劇場公演が好きな方、コンサートが好きな方は寂しいなら全然、その寂しいって言っていただけたら私もね、誰も寂しくないって一人も寂しくないってなったらね、ちょっと逆に違う意味でちょっと寂しいかもしれないので、そうだね、ちょい寂しい、ちょい1.5 割なら私も嬉しい劇場公演好きな方ですだね、でも以外の方からしたらあまり変わらなくない？変わらないと思うし、むしろいろんなものね、これから増えるので、もっとね喜んでくれる、くれたら嬉しいな、だってさ今ビンゴもないし、さよならモーリーさんもねないし、なんか番組特に そこまでゼロじゃないけど、そこまで他に何だろう
AKB でしかできないもの、今握手会と劇場公演とコンサートくらいしかなくない？昔もっといろいろあったけど、まあ、この3つなくなるので、この3つ楽しんでくださる方はからしたら寂しいかもしれないけど、以外は変わるものないな、うん、そうだね、うん、だから新しい道進むことを決めるのは自分の中でちょうどいいタイミングだなって、楽しみですこれから。でも何ができるかは本当に自分の努力次第、特にあのデザインのリメイクとパミは本当に 100% 自分の努力次第、特にパミかな。リメイクはまだ事務所の方とかも支えてくださってるけど、パミは自分の努力次第だね。うん、不思議たんから尊いありがとうございます。いつもありがとうございます。今日前髪切りました。今年初めて前髪切りました。ちょっと切りすぎたかな、やや心配。でもね、本当に前も言ったけど、なんだろうな、卒業したら小豆一人一人の力がもっと必要となる。なんか今まではグループにいるので、そのグループのファンの方だったり、他の周りのメンバーのファンの方だったりもいらっしゃってて、これからは完全に自分一人一人の活動になるので、葉月一人一人の力がもっと必要となってくると思いますが、これからもよろしくお願いします。頑張りますね。もちろん卒業しても、あずきとして全力で支えるよ。地学のビレ版、地震以来閉店で行けない。そっか、うーん、うん、まあそうだね、地震。自分もね、ニュース見てて、なんかすごい、なんだろう、悲しくなっちゃった、うん、今年入ってから世の中がなんかすごい、うん、落ち着かないっていうか、いろいろ。舞台出てて、石川出身の友達が行ったのね、前っていうか前、めっちゃ前、メイドランカ結構前ねメイドランカで知り合った子が石川県出身で、 LINE 明けおめ
って LINE 送ることができなくて、ってなって、どうしようどうしようどうしようって迷ったら昨日連絡が来た。この4日間迷って迷って明けおめ送ろうって迷ってたけど大丈夫だったって聞いたら、帰省してない、家族も無事だったって返信が来たから安心した。ねえ、ニュース見てて、今メッセージ送るタイミングも良くないなって思ったし、明けおめでとうって言う場合じゃないなって迷ってた。すごい、帰省してないし、ご家族も大丈夫だったって、ご近くも大丈夫だったって言ったから。でもね、やっぱなんかすごい大変だったところの映像とか見たらさ、悲しくなっちゃうのね。迷ったら送らない方が良い。もうちょっと落ち着いたら送ろうと思ったら、友達から普通に LINE が来て、しかも全然自分のライブの招待の LINE が来てて、大丈夫なんてなった。あ、大丈夫だった。自分のライブの招待、ね、石川県出身だから、うわどうしようどうしよう、明けおめのメッセージ難しすぎるってなった。タイミングね、本人は多分東京にいるので、のとこっちかは大丈夫だからかな。まちゃり方言を使いますが、関西弁ほんまやん。広島弁じゃっけん広島弁じゃっけん前教えてもらったけど、じゃっけんえじゃっけえなんだっけ、じゃっけん、もう一つなんだっけ、広島弁もう一つ教えてもらったけど、そう今思い出せなくて、みこちに教えてもらいな。確かに教えてもらおう。関西弁は一時期使ってた気がする、テレビの影響ね。だって芸人さん、8割の芸人さん関西弁じゃない？テレビめちゃめちゃ見てた時期、コロナの時期ね、テレビめちゃめちゃ見てた時期よ。芸人さんバラエティ見たら関西弁めちゃめちゃ出てきて、
影響されたかも。あと普通に関西弁が可愛い。関西弁可愛くない？可愛いやん。ええやん。あ、待って、広島弁思い出した。じゃろ？じゃろ？8割はない？8割ないの？え？言い過ぎ？関西弁って映るのよ。見てる芸人さんが偏ってる。え、8割は言い過ぎ？そこまでじゃない？じゃろって言いますね。うん、じゃろめっちゃ可愛くない？なんかね、この前ね、スタッフさんがね、神奈川出身のスタッフさんがね、だべって言った。だべって何って思って、神奈川よ、隣の県なのに。ダベ今まで知らなくて、ダベって言う？え、かな、そうだべ、うん、神奈川出身の方います？ダベって言いますね。あら、神奈川出身？ご出身？ダベ。でしょって意味ですね。うん、らしい。ダベダベ。ダベダベした？ダベダベした？ゆうべ？知らんけど、ゆうべ、何？ちょっとわからねえな。横浜川崎で聞いたことあるね。お、ほんと？横浜だけど言わなかったな。なんかね、おだいりさんに聞いたら、知らないって言われて、そのスタッフさんが言ったのは、神奈川みんな使ってるよって。いや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 、聞いたことないしって思って。ダベって神奈川の方言なのか。うん、らしいね。もう若い人は言わない、言わないねべ、言わないねべ。え、めっちゃ私年一歳差めっちゃ近い。年近いからタメ口で喋ってる。多分人生今まで唯一タメ口で喋ってるスタッフさん。年近いから友達感覚で喋ってるスタッフさんなのにタメ口で喋ってて、すごいべーとか言ってる。なんか褒められたらすごいべって言ってるけど、神奈川の人みんな使ってるよって言われて、いや聞いたことないな、ちょっと勉強不足か、ごめんねって。県が一緒でも地域による。まあね、皮一本挟むだけで変わる方言の面白さ。あ、どこ、神奈川のどこの辺住んでるんだろう。今度聞いてみよう。東北のダベは頭の小さく、うんって、ダベダベって感じ。ダベダベ、
山梨寄りの神奈川なのかな。あ、どうだろう、今度聞いてみるね。ダメした、ダメした、初めて聞いた。方言結構好き、博多弁も好き、かわいい。でもテレビあんまりそんなに、あ、待って、今一つ思い出した。この間ね、お正月の頃にね、 X 見てたらさ、ね、ユニクロさんとユキリンさんがあのちょっと出てたじゃない、 CM でもないけど、多分ウェブのなんか紹介みたいな。鹿児島弁かわいいってなった。え、待って、あれ本当に5回以上見た。ゆきりんさんの方言初めて聞いた、初めて聞きました。え、めちゃめちゃ可愛かった。だってゆきりんさん方言喋る機会なくない？何弁？それ読めない。なんかそれめちゃめちゃ可愛くて、5回以上見た。ゆきみさんの方言全然何喋ってるか半分くらい分からない、分からなかったけど。そういえばゆきみさんって鹿児島出身か。そうそうだね、普段ずっと標準語だったの。薩摩弁、めちゃめちゃ可愛かった。ちょっと分からなかったけど、あれ鹿児島の方言ではね、分かんない。なんかめちゃめちゃ方言喋ってて、さすがに鹿児島の方言じゃなかったらね、あんな流なんかね、なんか多分地元の方言だろうなって。めちゃ可愛かった。マチャリンから鍋が聞けると思わずちょっと感動してるじゃあたまに言うね。ちょっと使い方合ってるかどうかわからないけど、うん、NHK のドラマでは喋ってるけど。ああ、そうなんだ。 NHK さんのドラマあんまり見ないな。理由としては、ね、見逃し配信ね、TVer で見てるけど、NHK さんは、TVer で見れないの。見逃し配信見れないから、1話逃したらもう見れないっていうことで、NHK さんのドラマ、最近全く見てないんです。そういえば何のドラマ見てたの？あ、この間、私この間ね、まとめて見たの。自分2023年見たドラマ、なんかバラバラすぎて、そもそも2022の最後の辺もちゃんとまとめてのなかったくらい、もう1年間2022ほぼ箱くらい見てたのに、2023年見てなかったなって。ね、2023、びっくりするくらい少なかったよ。これじゃない、あ、これだ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 しか見てない。2022は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
3、1、3、2、3、3、3、4、5、4、6、4、7、8、4、9、5、10、11、11、12、13、14、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、48、59、60。5倍見た。2022見たドラマ。2022。これ2022。ここからここまで60。で2023はここからここまで13。忙しすぎて去年1年間。スパイファミリーはドラマじゃない。スパイファミリーはアニメだからドラマじゃない。そうなの。まあコロナもあってお仕事なかったから、ほんと自分も感染しちゃったから結構時間あったんだよね。箱分くらい見てた。でその中で2023一番上、一番好きなドラマはブラッシュアップライフっていうドラマで、私5回以上見たかもしれない。見てなくても聞いてた。バカリズムさんの作品でね、本当に面白くてめちゃめちゃ面白いのよ。本当に見てほしい。とてもとても面白い作品で、で2日前普通にテレビ見てて、最初の1分間くらい30秒くらい見てなかったけど、ちょうど9時過ぎちょいでドラマが始まってて、ほうほうほう見てみようって思ったらバカリズムさんの作品で、ってちゃんと見るわってなって、侵入者たちの晩餐っていう作品ね。でもね、あれスペシャルドラマだから2時間くらい映画見た感覚だった。やっぱバカリズムさんの作品すごいなって、本当に本当にすごい。面白かった、すごく。いい作品だった。今年初ドラマ。本当にもう特に秋ドラマ、本当に最初2作品見るつもりだったけど、結局1個しか、最後まで見たの1個しかなくて、もう1個見たいけどもう見逃し間に合わなくて、もう見れなくて見れなくて結局見てなかった。こんなにね、前の年はもう箱分くらい見たのに、去年全然見てなくて、病気レベル。私2012年からドラマにハマってて、こんなに1年間13作品しか見てないのは初めてかも。受験生の年でもね、2015、あでも受験生って言っても後半が受験生じゃないから、それで2000、全然1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。まあでもね、後から見て、例えば2017年に2015年の作品見て、で2015のところメモしたりして、でもそれでも13作品は超えてる。そうなの。だからこんなにドラマ見てない自分初めてで、
からもね、ドラマちょっとそんなに見る余裕がなくなるかもしれないけど、もっと自分に使うね時間、なんかドラマ見て自分も、まあ、楽しいもそうだし、楽しいけどお芝居やりたいから勉強になるっていうこともあって見てたのね、勉強しながら。でもね、1年前の自分のドラマへの熱と今の熱違うね。この前も楽屋で大暴れした。あのドラマのここがめっちゃ良くて、うわーとか、このタイミング、このシーン、このカメラの動きとかめっちゃ熱弁してた。ヘアメイクさん落ち着いてって。大暴れしたね。で、あれからマチャリン先生と呼ばれた。マチャリン先生、今期のドラマいかがですかって。今期はね、あれあれとあれあれと見てますって。ああれあれ見てるんですって言われて、いい作品だけど、いいですよ、いい作品だけど、プワーとか言うね。めっちゃめっちゃめっちゃ熱弁してた。マチャリン先生と呼ばれた。大暴れ。その映像はこちらです。まあ、誰が撮ってくれたら今言えたのにね。先生にしようが。そうだね。先生に、先生と言われた。ね、いい作品だけど、あのセリフちょっと意味わかんなかったなよねとか。このここのスピード感があまり好きじゃないよねとか普通に言ってた。ね、去年見てなかった。だから今年ね、久しぶりに冬眠しながらね、ドラマ見る。しかも2時間だけだし。時間だけだし、そうだね、楽しかった、面白かった。なんかちょっと考えさせられた部分、部分もあったし、展開が面白いし、流れも一つ一つつながったところもと、バカリズムさんの作品の好きなところは、女の子の会話分かってるっていうか、面白い。もう本当に女の子の会話って、急にどうでもいい話とか、急になんだろう、まあ、今回の作品はそこまでじゃないけど、前の、あー、前のあのブラッシュアップライフでね、本当に面白くて、会話、もう会話はこう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 ってなってて伝わる？それが面白かった。なんかセリフっぽくない？それが一番なんか本当に自然な会話感じがしたし、あのストーリーとにかく面白くて、めっちゃめちゃ面白くて、いやマジの口癖、違う話、いい話するよ。あ、待って、星になってる、わかんない。微妙に噛み合わない感じが、そう、リアル、そう、それがめっちゃ面白かった。なんかね、なんか最近、まあ、インタビューもそうだし、この先月も8社インタビューしていた
だいたので、なんか自分ね、多分インタビュー読んでくださった方々はね感じたかもし、なんかそういう質問結構あったね。憧れの方とか憧れの先輩とか、この方目標にしてるとか。私はずっと松井玲奈さん行ったんだけど、そうだね、理由は一生とか松井さんの一生だったり小説とか読んでてすごい素敵だなと思うのは、表に立てる人間なんだけど自分の考えてることを形にして作品にしてるじゃないですか。ただただ渡された台本を覚えて演じるだけじゃなくて、ちゃんと自分の考え方も持ってる人で、ちゃんと形にして発信してる人、それがすっごい素敵だなって思って。無責任発言するよって言う確かに、ね、すごい素敵だなって思って、リズムさんもそうだし、先輩じゃないけど芸能界の先輩だけどね、なんだろう、自分自身が表に出てる人だけどドラマのね台本とかも書いてて、しかも本当に面白い作品だから、で感動して、本当に感動したから、そういうなんだろう、発信して誰かを感動させたいっていう人になりたいかも。だからね、ドラマ今年1本2時間だけだけどね、出て楽しかったなって、いい話。フールで最初の1分間見てなかった分フールで見た。でも今年は多分、でもそれでも20作品見れたらっていう感じかな。映画全然見てないな、そういえば。映画、今の映画全く把握してない。今の映画何があるんだろう。マチネな脚本演出もいいと思う。全く脚本日本語できないのにいいセリフ書けないよ。中学生文章しか書けないけど、いやでもね、そういう自分の考え方しっかり持ってるような人になりたい、すごく。自分の努力次第だけどね、これも。味のあるセリフ書いてくれそうですねいい意味で悪い意味でなんかね、この前なんだっけ、覚えてないな、なんかそれも私のことなんちゃらかんちゃらかんちゃらみたいな、誰に本当に覚えてないけど、なんか言われて、これいい意味で悪い意味でって聞いたら、悪い意味でって言われてなんだっけ、全く覚えてない、何の話、思い出したら言うね。
なんだっけ、覚えてない、本当に覚えてない。ソフトバンクさん、いい意味で悪い意味で、悪い意味で。そんな言い方するのはマネージャーさんとか。いや違う、マネージャーさんじゃない、マネージャーさんじゃない、マネージャーさんはもう100%悪い意味で、だから聞かない。 いい意味で、悪い意味で、絶対悪い意味で、だから分かってる。そうだね。そんな、私そんなわがまま面倒くさいの人なの？本当にもうたまにね、たまにだけど、いつもじゃないけど、たまにお仕事終わりのマネージャーさん今逃げようとしてないって思う時ある。もう終わったらもう逃げ、もう早く私から離れようとしてた じゃないと思う時たまにある。そんなに、そんなに私のこと嫌なん？ たまにね。ごめんなさい、そんなわがままで。そう。そうだね。もう本当に 電話もそうだし、はい、なんちゃらかんちゃら、はいはいはい、終わりましたって、あ、もう一件ありますけどって、まだなんかあるの？みたいな。なんかあるの？あって伝えたら、あ、もう一個ありますわって言ったら、まだあんの？って言われる。全然言われる。基本電話するのよ。今度会うときにこんなこと聞こうとか、連絡するときにこんなこと聞こうとか、メモして、だから、あ、まだある、まだある、もう2個ありますとか言ったら、まだあんの？とか。いい意味で悪い意味で、いや聞かなくても絶対悪い意味だから、ダメってね。だって頻繁に一個一個、なんか別に急用だったら結構すぐ連絡するけど、急じゃなくてもいいものだったら一個一個ね、こまめに連絡するのはもうマネージャーさんも まさにとマネージャーさんの会話ときめいたり見てみたいな。いやいや大丈夫大丈夫。なんかね、こまめに連絡するのもマネージャーさんも一個一個確認するのはちょっと面倒くさくない？マネージャーさんのためにね、結構なんか用事伝え時にこう確認していただきたいことがいくつあります。1、なんちゃらかんちゃらかんちゃら、2、なんちゃらかんちゃらかんちゃら、3、なんちゃらかんちゃら、ちょっと待って、今一つ思い出す。今一つ思い出した。 まあね、なんか団子つけて 私番号つけて聞くのね。1234、今もそうだし、今も1、昨日送ったのね。昨日送った、あ、結構すぐ 返信の人々。1、なんちゃらかんちゃら、2、なんちゃらかんちゃら、3、なんちゃらかんちゃらって送ったけど、すぐ返信が来て、1、確認してもらってる、2、了解、3、決定って返信が来たのね、昨日の話で。私が今笑ったのは、どこだ？本当に それ見ても手震えてた ちょっと待って、ちょっと会話記録が長いから、ちょっと待ってね。
そうだね、今もう別件だけど 1,2,OK,3 また説明するわみたいな、いつもまとめて送るのね。こまめに送るのはなんかね、マネージャーさんも忙しい人だし、どこだ、ちょっと検索するわ。来た。それも1,2,3,4 で送ったけど、送ったけど、一個ね、ビレバンさんの VB マガジンあったじゃないですか。まあ、コラボは2月頃だからもう卒業後じゃない、まあ、もちろん VB マガジンはね、この間からだからまだなんだろう、まだまだ早いけど、でも結局コラボ出すのはもう2月だから、もうゆずりはの方のゆずりはまちゃりの名前になってるじゃん、実際コラボグッズの販売予約の時に。だからインタビューはちょっとまだ早いけど、ゆずりはまちゃりの方の名前にしたいって、まあ、言ったけど、マネージャーさんが嫌って言ったのね。でもこれから今の名前も使わなくなって新しい名前使うんですって、いやでも今まだ本名の方じゃないって言われたけど、でもそれでもその後 LINE して、1なんちゃらかんちゃら、2ビレバンさんの名前変更お願いします、3なんちゃらかんちゃら、4なんちゃらかんちゃら、4は何だっけ、全然覚えてない。で返信が来たら、1 OK 2 いや 3 OK 4 OK って返信が来たのね。え、いやって何って思って、こんな断られた、手震えてたもんこっち。待って、これでスクショして皆さんに見せるね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、こんな感じなの。あ、ちょっと待って、こんな感じだったのね。 1OK 2いや 3OK 4OK 急に嫌って返しなくて、え、そう、私が言ってるその番号つけてるね、本当にこんな感じで、あ、待って、もう一回、こんな感じでまとめて送って、送ってでまとめて返信が来たら、こんなこんなこんな返信が戻ってくると思わなかったから、 1OK 2いや 3OK 4OK え、ノーではない、嫌なところ、いい、良くないよ、ダメ、そうじゃない、そうだね、ダメでもない、嫌って言われた、却下じゃなくて嫌なんだ、そう、嫌って言われた。一行で、そう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 、こまめに送るのはね、結局何かないか分かんないから、番号つけるのは結構いい案じゃない、いつも、まあ、他の人はどうしてるか分かんないけど、
もう番号つけて送って、で返信もこの件はこうこうこう、この件はこうこうこうじゃなくて番号つけてすぐ分かるじゃないですか。こっちの方が効率いいなと思うけど、まさかこんな返信来ると思わなかった。嫌って言われたのこっちは。で説明、説得しようと思したけど、その後言われたのがこちらです。その後返信が来たのがこちらです。ちょっと待ってね。それもう頑張って説得しようとしたんだけど、で嫌だけ返事が来て、結局こっち諦めたのかな。そうだね、この後まあ帰ってなかった、諦めたけど結局変更してくれて、そう追加で嫌って言われたもう嫌強そうだね、結局変更してくれたからありがとうございますそんなに私のこと嫌な、なんかマネージャーさんが可愛く思ってきた、え、思えてきた、え、え、いやって言われたよ私、え、かわいそうじゃない私、いやめっちゃかわいそうだけどこっちは、いやと言われた、え、いやと言われたけど。っていうのが今もね、まだ怒ってないけど、急いでる件じゃないから 1,2,3 でまとめてまだ送信してない1,2 が3は、まあそんな、まあ全然ゆっくりいつか、まあお話まだ送信してないけど、またまとめて送信する。本当に 1,2,3 って書いてある。え、そうしてる人、え、私だけわかんない、自分はこっちの方がわかりやすいなって思ってそうしてる。なんで急にこの話？さっき何の話したっけ？覚えてない。効率的だと思う。うん、だよね、自分も。
悪い意味で、ああそうそうそうだね、誰だっけ、いい意味で悪い意味で悪い意味で、え全然思い出せない、全然思い出せないけど、あえ もしかしたらの話よ、撮影かな、あのリメイクの撮影かな、ちょっと待って思い出すね、え待って本当に記憶曖昧だけど、もしかしたらリメイクの撮影で、あのノートラの主演の方渡辺さんと話をしてと社長も いらっしゃって、なんかねマチャリになんかなんか思ったらもう変わらないところあるみたいなことで、え待ってこれ本当に曲は曖昧だけどあるのね、なんかあの強いし変わらないところあるよねって、えいい意味で悪い意味でどっちですか、悪い意味、あ待ってこれここの記憶本当に曖昧だった、そうだね、なんか一回しか共演してないのに、推し観光でそんなに分かりやすい、一回しか共演してことないよ、ノートラだけだよ、以外別に共演とかもないし、頑固と言われた、うん、なんかそうめっちゃ最近の話だ、これかな、はっきり覚えてないけど多分それで言われた気がする、ね、そんな印象、え別にノートラインの時に私別になんかね別に絶対負けたくないとかそういうのがなかったし、え頑固バレバレ、そんなにバレバレなの、いやでも確かにもしかしたら気づいてないところ自分頑固な一面出てきたかもしれない、うん、業界では有名になったかマチェンの頑固、えでもね自分でも自分いい意味で頑固なところあるよと思ってる自分自分で頑固じゃなかったらもうここにいないもん、そもそも、うん、生き残れなかった、だから頑固でよかったなって思うところもあるよ、悪い意味の方が多いけど、いい意味でも悪い、決めたらやる、もうとことんやる、うん、だから頑固でよかったって思うところもあるよ、落語とかね伝説の私の落語の本読み事件本読みの段階、初めての落語の本読みの段階はもう本当にボロボロすぎて、もう本番出れないと思われたくらいできなくて、
も結局本番はできたからよかった。ハツラグ号事件ね。伝説の、まあでも決めたらとことんやるタイプなので、これからもね、いい意味での頑固を残しつつ、悪い意味での頑固を、そうだね、ちょっと丸くなる、丸くなって新しい環境で頑張ります。はい、まとめました。明日2回公演です。久しぶりの公演だし、超久しぶりの1日2回公演。体力大丈夫？私びっくりしたの。6日を公演入りました、ありがとうございますと思ったら土曜日、土曜日ってこと、2回公演、土曜、土曜って思って2回公演だった。うわ大丈夫？本当にアラサ3年目なのに。うわいけるいける。いや、音取ってるな、こっちだけどいけるって言われても、本当に最近体力が落ちたのと、呼吸ね、私呼吸昔はそうじゃないけど、なんか最近特に寝るとき、寝る前になんか鼻が詰まってるっていうか、なんか呼吸ちゃんとできないときたまにあるから、それが、明日夕方の方の声行きます。パミンペンライト持って行きます。楽しみです。ありがとうございます。じゃあちょっと練習ちゃんとするわ。ちょっとちゃんと練習ね。明日に声なし。明日早いし。うわ。ではランキングを読みたいと思います。ちょっと早いけど。13位からいきます。13位は LSF さんです。12位はラーメンさんです。11位はツーンシミンさんです。10位は渡れさんです。9位は 4U さんです。8位はリニアさんです。7位はユージさんです。6位はシフーさんです、ありがとうございます。5位はミミさんです、ありがとうございます。4位はエアビスさんです、ありがとうございます。3位はオクチーさんです、ありがとうございます。2位はシギタンです。これからもアスキーとしての誇りを持ってマチャリを全力応援していきます、ありがとうございます、感謝してます。最後1位は燃えるゴミゴミの人です。神聖の剣のマチャリの気持ち、あずきには伝わっていると思います。みんなにもその気持ち伝わりますように。そうだね、5日前、4日半か、5日前か、そうだ5日前ね、いろいろ、寂しいニュースが続いてたんですけど、そうだね、皆さんも気をつけてください。自分もね、今回は東京あんまりそんなに影響がなかった、直接ね地震影響がなかったけど、もし物の場合とかも最近考えて、ちょっと皆さん一緒に気をつけましょう。パンダ丸さんからめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ペコ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 。では皆さん、今日の配信はここまでです。また明日も配信します。その前に明日公演頑張ります。2回公演
明日朝から頑張ります。では皆さんおやすみなさい。あ、宣伝、宣伝タイム。 X、Instagram、TikTok、YouTube ぜひフォローして待ってください。 YouTube 絶賛編集中です。絶賛でもないな、ゆっくり編集中です。はい、うわ、もう23時になるの？え、こんなに喋ったっけ。